こんにちは、日野です。今日は2024年の8月の8日になります。ゾロ目の日ですね。毎年、滋賀県ではですね、8月8日に琵琶湖花火大会っていうのがやってまして、これが割と有名というか、たくさんの人が集まるんですよね。で、こちら側からも見えるといえば見えますし、草津市というところ、今はここなんですけれども、この隣の大津市というところの湖岸沿いで花火が打ち上げられるというところで、電車もすごい混みますし、そのあたりの道もね、かなり混むという状況ですね。今日は夕方、夜から、されます。なので、そこには、近づかない方がいいということで、すごい人なんですよね。去年は見に行きました。父親の実家近くから見れるので、そこから見ましたけれども、今日は仕事をするかなというところですね、僕は。それは昨日散髪に行ったんですけれども、そこのいつも担当してくださる方がですね、今日花火大会行くっていうふうに言ってましたね。今日明日と、ズームセミナーがありまして、今日は玄米酵素の高橋さん、株式会社玄米酵素の高橋さんに、認知症と食の関係というテーマでお話をしていただきます。で、これは見逃し配信ができないので、まあ、リアルタイムでね、参加していただければな、っていうふうに思っております。で、あとは、明日、青木社長という方がですね、新シリーズっていうのがあるんですね。新ソルトとか、新ストリーマーっていうシャワー、ヘッドとか、あと、新アロマとか、新リセットとかね、いろいろこう、新にかけて商品作りをされているっていうことで、新、まあ、新しいとか、まっさら、本物とかね、新、真実の新とか、そういういろんな意味を多分おそらくかけておられると思うんですけれども、全部新なんとかっていう商品が続いている。で、その、どれもがね、非常に波動の高い素晴らしい商品ばかりで、新、空間を浄化するような新なんだったか。ちょっと忘れましたけれども、いろいろね、そういうのがあるんですよ。なので、まあそういったものを含めていろいろと睡眠についてとか、まあいろいろお話をしていただけるんじゃないかなと思いますね。今年の6月だったかの本物研究さんの感謝祭、東京でありましたけれども、その時にも登壇していただいて、で、素晴らしい話をしていただきました。まあ、ぜひね、これも機会があれば聞いていただければと思います。で、6月まで筋トレをこうコンサルの方にお願いしてたっていうことを言ったというか、してもらっていたんですけれども、その後は今食事、別の食事管理の、なんかオンラインでしているやつをさせていただいて、まあそれはケトジェニックダイエット的な、形で、まあ糖質はあまり取らないというか、糖質ゼロではないんですけれども、糖質をちょっと控えめにするという食事法で、で、実際それやり出してから僕は3キロぐらい、1ヶ月で3キロぐらい減りましたね。僕自身遺伝子検査をしたときに糖質のその吸収、糖質の消化力っていうのは、糖質をうまくこう消化しにくい体、もともとそういう遺伝子を持っているっていうことが分かったんですけれども、だから糖質を取りすぎると、その太ることにもつながっていくのかなっていうところなんですけれど、どちらかというと僕自身は糖質を控えめというか、まあしっかりある程度はね、必要だと思うので、今の食事法っていうのはちょっと一時的なもので、あえて、ご飯とかを今食べていない状態。ただ玄米酵素は、取ってるので、炭水化物もある程度は1日、まあ5、60グラムは取ってますかね。で、糖質だけだと、そうですね、必要30グラムに抑えるっていうことを言われているんですけど、ちょっとなかなかそれが難しくて、1日糖質30グラムは超えてしまってますね、実際は。
だそれでも3キロぐらいは今痩せてる状況で、なんかあの見た目もねちょっとこう締まってきた感じがあって、効果はあるなっていうことを感じております。でまあこれある程度したら、その後またね炭水化物もとしっかりとるというか、炭水化物の比重を上げて、で脂質を抑えてみたいな食事法にしていこうかなとは思っています。でその6ヶ月筋トレのコンサルをしていただいた、まあ、筋トレと食事指導を含めてしていただいた方が、教えてくださった方がですね、シンガポール在住のチュアンドタンさんっていう方なんですよね。でこの方がすごい、年齢が58歳、1966年3月3日生まれということで、今58歳なんですけれども、見た目にはとてもその年齢には見えない若々しい見た目をされていて、しかも肉体がですね、筋肉のつき具合が非常に素晴らしいんですよね。で、そういう方がいるっていうことを教えてくださって、だからね、まあ50代でも全然やれますよみたいなことを言っていただいたんですよね。で、それからその方を僕もそれまでは全く知らなくて、教えていただいて、そのチュアンドタンさんっていう方を知ってですね、それから、いろいろ記事を読ませてもらったりしたんですけど、あ、素晴らしいなと思って、生き方とかそういうのも考え方とかにも共感できるものがあって、で僕の中ではね、その方を、まあ、モデルというか、一つの目標として、そういう人物がいるとねいいなというところで、そういう人物として僕は今見ていますね。また、そういう記事がありますし、2年前ぐらいに奇跡の子、56歳みたいなことで話題になった方で、日本でも紹介されて、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、で、やってることは非常にシンプルなんですよね。まあ、筋トレとかを週5日ぐらいかされていて、カフェインとかも取らず、で食事もこう、ストイックな感じでされている。だから、本当にシンプルだと思うんですよね。あまりこう特別な何かこうサプリメントで痩せるとかね、食べながら好きなものを食べてサプリメントで痩せるとか、なんかそういうやり方ではなく、本当に毎日毎日の積み重ねでしかないというか、毎日の地道な積み重ねによって、そういう素晴らしい肉体と見た目を作り上げているという方ですね。58歳には本当に見えない、56歳の時に写真とかもいろいろありますけれども、本当に見えない、という、まあ、こういうふうになりたいなっていう自分の中での憧れとして今、見ています。まあ、チュアンドタンさんという方、よかったらまた、インスタグラムとかいろいろ取り上げている方もいらっしゃるので、ぜひ参考にしていただければというふうに思っております。ということで今回はですね、以上になります。ありがとうございます。